札幌市は明日午後3時から大通駅の休憩スペースでの飲酒を禁じるほか、警備員を常駐させ迷惑行為をしている人への声かけを行うなど対策を強化すると発表しました。この休憩スペースをめぐっては去年12月から若者による飲酒や喫煙など迷惑行為が相次いでいたほか、今週月曜日には男がナタを振り回し暴れる事件が起きたばかりです。今月4日に駅南側の休憩スペースを閉鎖するなど対策を講じてきましたが、その後もトラブルが後を絶たず対策を強化した形です。市は休憩スペースの閉鎖の解除について対策の効果を検証しながら判断するとしています。